What's going on, Noka's crew and Noka's family? It's your boy R.O. Noka's continuing to play Scarlet Nexus. Now, shit went down in the last video. I don't know if it's confirmed, if they put in the news or not, but I'm framed for killing Yuto's dad. And now we have Kanjo and Karma with us right now. So, yeah, it's pretty crazy right now. I don't know what that team bond level means. All right, so I can bond with him. All right, let's bond with Conjuro. Is it Conjuro? Pretty much Conjuro. Conjuro. Bond episode. Let's bond. Kasane-chan. わざわざ会いに来てくれるなんて、もしかして俺のことを好きになっちゃったん？いいえ、ただ様子を見に来ただけよ。元気そうね。Goodbye。おっと、相変わらずクールだな。せっかく会いに来てくれたんだし、このまま俺とデートしない？遠慮するわ。ですよね。ってちょっと待った。まだ何かよ。悪かった。デートって言葉が良くなかった。この機会に仲間として親睦深めるってのはどうよ。素直には信じがたいわね。母さんに最近ピリピリしてるからな。ナオミちゃんのこともあったし、年長者としては心配なわけよ。ここらでちょっくら息抜きしとこうや。頼れる先輩とお茶でも飲みながら気分転換してみない？何か裏がありそうな気もするけど、でも確かに一度かげろうと話してみるのは悪くないかもしれない。一応仲間なのに未だにつかみどころがないし、どういう人間なのか把握しておくべきね。分かった、少し話すくらいなら。お、ようやく乗ってきてくれたか。さあ街に繰り出せ。判断は誤ったかしら。We're gonna bond, all right. So, then, what do you want to talk about? So, well,近況とか。つうか、なんだかんだで一緒にいるんだから、お互い近況はよく知ってるよな。ま、今日はかさねちゃんの息抜きが目的だし。話したいことを話せばいいんじゃねえの？私は今のところ息抜きの必要性を感じていないけど。ああ、そう。じゃあ俺から聞いちゃおっかな。お前とナオミちゃん、めちゃくちゃ仲良かったよな。姉妹なんだから仲がいいのは当たり前でしょ。そうか。実の姉妹以上って感じだったけどな。I'm here watching Eagles game too. And now I'm back to not trusting the coaches again now. それはお姉ちゃんが私を守ってくれたからよ。ランドール家では私の居場所はなかったから、両親にも心よくは思われていなかったし、あの家でお姉ちゃんだけが私に優しくしてくれたの。なるほどね。かさねちゃんの成長を支えてくれた恩人ってわけだな。いいお姉ちゃんでないの。そうね。客観的に見れば、恩人って言えるのかしら。私にとってはあくまでお姉ちゃんだけど。ダメだわ。カゲロウのことを聞くつもりだったのに、さっきからずっと私の話をしている。よっぽどナオミちゃんが好きなんだな、カサネちゃんは。ええ、そうね。他の誰にも変えられない存在よ。なあ、聞くが。もしナオミちゃんが元気だった頃まで時間を巻き戻せたら、そうしたいと思うか？時間を？そうすりゃまた2人で一緒に過ごせるだろう。何事もなかったようにさ。お姉ちゃんと一緒にいたいに決まってるじゃない。でもそれはできないわ。どうして？お姉ちゃんの苦しみも何もかもなかったことにするのは、お姉ちゃんの人生を否定することと同じだから。なるほどな。どうしてそんなことを私に聞いたの？いや、俺もいろいろと後悔ばかりの人生を送ってるんでね、過去とどう向き合うかってのをよく考えるわけよ。ええ、まあ重ねの言う通り起きちまったことはそのまま受け入れるしかねえんだよな。私の話はもう十分よね。せっかくだからカゲロウの過去の失敗っていうのを聞かせてくれないかしら。おっと、そういうのはおいそれと話せねえな。俺様のミステリアスな魅力が薄れちまうだろ。そうなら無理にとは言わないけど、いきなり距離詰めすぎるのも野暮ってもんだろう。少しずつ歩み寄っていこうや、かさねちゃん。分かったわ。結局カゲロウ自身の話はほとんど聞けなかったわね。でも一瞬だけど少し雰囲気が変わった瞬間があった。いつも軽薄に振る舞っているけど表には見せていない何かがあるのかもしれない。考えすぎかもしれないけれど。Alright, well that... There's a knife. Yeah, there's a knife. Oh, okay, look what's going on. I got a couple of bombs right now we can go through. Yeah. Just right now. This might be just a bonding video for today, guys. Today, ありがとうございます。改まった挨拶はいいわ。それより要件を聞かせて。こんなところに呼び出して私にカレンの何を聞きたいの？実はカサネの目には兄の姿がどう映っているのか一度聞いてみたかったんです。どうしてそれを私に聞くの？カレンと接した人間なんて他にも大勢いるでしょう。こんなことを言うとカサネは嫌かもしれませんが、僕には2人がどこか似ているように思えるんです。似ているって見た目の話ではないわよね。ええ、もちろん見た目以外の部分ですよ。それでカサネは兄をどう思いました？そうね、そもそも私はカレンと親しくないし大した話をしたわけでもないのよね。先に弟のあなたから話を聞かせてくれない？カレンがどういう人間か私も知っておきたいから。おや、そうきましたか。そうですね、僕から見た兄はとてもまっすぐな人間でしょうか。カレンがまっすぐ、私はそんな風に感じたことは一度もないけど。きっとカサネのように思う人も多いでしょうね。僕も決していい意味だけで言ったわけじゃありません。兄は過剰なほどにまっすぐで自分の考えのままどこまでも突き進んでしまう、そういう人なんです。わかるようなわからないような感じね。じゃあ今度は私の印象を言わせてもらうわ。カレンの超能力を含めた能力の高さは認めるけれど、上から目線で横暴で自分勝手な人間だと思ったわ。別に自分勝手でもいいけれど、そういう人間に人望があって声を上げれば人が集まるのは不可解ね。手厳しいですね。やっぱりカサネは兄さんに似ていますよ。どこが似ているの？そういう率直な言い方もですし、重ねも兄のように意志を曲げず自分の選んだ道を進んでいますよね。私は反乱を起こしたり他人を扇動して巻き込むようなことはしていないわ。でも結果として重ねの周りには仲間が集まっていますよね。はっきりと自分の意志を持った人間は自然と周囲を引きつけるものなんだと思いますよ。僕みたいに影に隠れがちな人間には少し羨ましいぐらいです。どうなのかしら。カレンはともかく私が人を引きつけているなんて実感はないけど、でもあなたの言うまっすぐな人間はそれだけ軋轢を生むことも多いと思うわ。私自身人とぶつかってばかりだし、ルカみたいに人当たりがいいタイプの方が生きやすいんじゃない？生きやすいなんてことはありませんよ。人間誰でもそれぞれの悩みがあるものです。それはそうかもしれないけれど、あなたはいつも穏やかで余裕があるように見えるわ。あのカレンの弟とは思えないぐらいよ。とても悩みがあるようには見えないわ。そうですか。さて、今日はこの辺でお開きにしましょうか。今日は重ねの話が聞けてよかったです。この程度でよかったの？大したことは言っていない気がするけど。いいえ、僕にとっては大いに収穫がありましたよ。ご足労ありがとうございました。Bond complete. There's more though. Another bond, Hanabi. Why would you run the freaking ball, yo? That's 3 bonds in one video.重ね、元気にしてた？ええ、私は無事よ。花火も大丈夫みたいね。ごめん、やっぱり私大丈夫じゃないや。何もなかったふりするの、私には無理みたい。今の状況のこと改めて話してもいいかな。重ねと対立するなんて。Hanabi saw what happened. She was on your two side. 私も残念だとは思ってるわ。でも仕方ないことよ。私、重ねと戦うの嫌だよ。せっかく友達同士になれたのに、どうして私たちが戦わなきゃいけないの？あなたがユイトと一緒に行動する限り、私は戦うわ。私にはやらなくてはいけないことがあるから。そんな。花火、もし戦うのが嫌なんだったら私と一緒に来る気はない？え、何言ってるの、重ね。私はどうしても目的を果たさなければいけない。そのためには戦力が、花火の力が必要なの。まさか私にユイトの敵になれって言ってるの？できないよそんなこと。心情的に難しいなら情報をくれるだけでもいいわ。ユイトの居場所とかこれから向かう先を。ちょっと、いくらなんでもバカにしないでよ。私は絶対ユイトを裏切ったりしないから。そう、分かったわ。交渉は決裂ね。でもどうしてそんなに怒っているの？怒るに決まってるでしょ。ユイとは私の幼なじみで大事な仲間なんだよ。ユイとはずっと大変な目にあっても理想を見失わずに頑張ってて、悩みもいっぱいあるはず。きっと今だって重ねたちと戦うことになって辛い思いをしてる。だから私はそばにいて力になってあげなきゃいけないの。なのにユイトを裏切れなんて。花火、さっきからユイトの話ばっかりね。どうしてそんなにこだわるの？それは重ねが何のために誰と戦うかは他人の気持ちじゃなく自分自身で決めるべきことだと思うわ。そうやって他人に寄りかかった考え方をするのは精神的に未熟だからじゃないかしら。何それ、そんな言い方ないでしょ。もういい、私帰るから。花火、もしかして言い過ぎてしまったのかしら。Yeah, you kind of fucked up, Kasane. 失敗したわね。でもやっぱりよくわからないわ。花火の考えを聞きたかったのに、ユイトのことばかり話して、目つきも熱っぽくて、ユイトのことを話す時のお姉ちゃんとそっくりだったわ。待って、そういえばお姉ちゃんはユイトのこと、もしかして花火も同じなの？だとしたら確かに悪いことをしたかしら。So I think that's all the bonds I can do right now. I don't get the whole team bond level at the edge of my screen. Oh, another bond. Shiden, what are you doing? Kasane? I'm not doing anything. What you doing? If you hide in a place no one can see, if you do it, you don't care what you're doing to the human. When did you see it? Just now. What meaning does that have?前の指図を受ける義務はない。違うわ、気安いおしゃべりとか言うやつよ。私たち同じ部隊の仲間でしょ。仲間はそういう話をするんじゃない。気安いおしゃべりか。これはバッキーちゃんと言って。知ってるわ、ナオミも大好きだし。流行っているからとうちの親に押し付けられたんだ。僕は全く趣味じゃない。だったらどうして？お前のせいだ。え？お前に一騎打ちで負けたせいで両親がしつこく励ましのメッセージを送ってくるんだ。負けたことを家族に話したの？話すわけあるか。しばらく返信をせずに放っておいたら状況を察したのか、すごい頻度でメッセージが来るんだ。しかもとうとうこんな人形まで送りつけてきた。本人たちは元気づけてるつもりなんだろうな。でも重いだろう、そういうの。だから返信が億劫でメッセージの着信を見るだけでイライラしてきて。ストレス解消で人形に八つ当たりしていたってこと？そうだよ、悪いか。周りに怒りをぶつけるよりいいと思うわ。なんだ。ずいぶん物分かりがいいな。No, of course not. 何の音？元気にしてますか？最近連絡がないから心配してます。お母さんもお父さんもシレンちゃんの味方だよ。シレンちゃんの強さはお母さんたちが一番よく知ってます。頑張れ、負けるな。返信待ってます。それじゃあね。見たか？悪いけど見えたわ。いいお母さん。I'm sorry, but I did. いい大人に毎回こんなメッセージを送ってくるんだぞ。いつも人を子供扱いして。She loves you, that's why. 端末でやり取りしているの。お守り代わりにって無理やり持たされているんだ。一般人と違って脳内で受け取れるのに本当に面倒な親だよ。あなたがどうしてそこまで反発するのかわからないわ。家族からの励ましが嫌なの。ありがたいとは思っているさ。でも期待に応えたくて努力しても結果が出ないことはあるんだ。そんな時に頑張れと言われ続けると自分の力不足を責められているような気分になる。随分と甘えているのね。なんだと。私は養女としてランドール家に入って以来、両親から励ましのメッセージをもらったことなんて一度もないわ。境遇を比べるつもりはないし、どちらが幸せかなんて一概には言えないけれど、私から見ればあなたはとても恵まれていて、温かい愛情を受けている。羨ましいとすら思うのに。お前の境遇も考えず勝手なことを言ったな。悪かった。でも僕に家族の励ましは不要なんだ。両親は僕がどれだけ無様な失敗を犯しても褒めてくれる。それじゃ実力の測りようがない。上にのし上がるためには客観的な第三者に認めてもらわないといけないんだ。家族から愛されているだけじゃ不満なの？そこまでして認められたい気持ちは私にはよくわからないわ。ああ、わからなくて当然さ。勝負に勝ったお前からすれば僕は劣った存在だからな。何年も必死に訓練してきたのに入隊1年目の新入隊員にあっさり負けるなんてみっともないにも程がある。きっとお前も陰で僕をバカにして笑ってるんだろう。バカになんてしていないし、笑ってもいないわ。他人に認められたいという気持ちがわからないだけよ。もしきちんと説明してくれるなら、理解できるよう努力するわ。理解する気があるのか？そう言っているじゃない。僕は忙しいんだ。お前にいちいち説明してやる義理はない。試練も随分悩みを抱えているのね。やっぱりいろいろ話してみないとわからないものだわ。それにしてもコミュニケーションって難しいわね。重ね、言っておくが僕はお前たちと必要以上に慣れ合うつもりはないからな。ええ、別に構わないわ。私も他人の生活に踏み込む気はないから。まあお前も社交的なタイプには見えないな。数少ない僕たちの共通点というわけか。別にお前に共感したわけじゃないぞ。いいからさっさと行け。How many levels are there? Okay, yeah, 6. Okay, so pretty much, it's a good way to leave it, you know, like it's pretty much like an escape route. But it still looks very useful though. いいか、重ね。優れた同僚と仕事をすればより力が引き出される。つまり僕のおかげだな。そういうこともあるのかしらね。でもそれってお互い様じゃない？Nice. Alright. So we're at level 2 of him. Dang. It's gonna take some time. It is really gonna take some time to get these bonds up and running. Alright, so might as well just go to the that should have been a flag right there. There's no flag on that play. All right. Oh, wait. Wait. Let me save. Almost forgot. Yeah, this game's not even gonna be long. I'm thinking to myself, okay, maybe 5 bonds, up 6. Nandaka tikareta mitai. Skoshi yasumou kashira.休憩はこれくらいでいいわね。まずはお姉ちゃんの居場所を聞きたいわ。カレンはセイランにいるのかしら。怪異になったナオミもセイランにいるのね。カレン連隊長との話で大体事情は分かったけれど、疑うわけじゃないが、本当に人が怪異になるなんてことが。みんなは実際に見ていないから信じられないのも無理はないわ。でも本当のことよ。お姉ちゃんは怪異にされた。私は必ずお姉ちゃんを助ける。そのためにセイランに着いたのだから。そういえばカサネ、体調は問題ない？ブレインフィールドで大きな負荷がかかっていたでしょ。ああ、確かにひどい経験だったけれど大丈夫よ。特に後遺症もなかったし。あの時の私はかなり感情的になっていたわ。だからブレインフィールドもうまく扱いきれなかったんだと思う。一人で暴走するからそういうことになるんだ。僕たちの声が届いたからいいものの、海抜軍の戦闘スキルの一つとはいえな、使うたびに自分もやばいことになってりゃ世話ないぜ。何事も使い方次第ってことさ。切り札にも命取りにもなりうる。力とはそういうものだよ。そうね、分かってはいるつもりだけれど、カサネも無理に使おうとしてはダメよ。ええ、十分注意するわ。みんなちょっといいかしら。あら、はるか、通信をしてきたってことはあなたもセイランへ来たの？はい、カレン連隊長に勧誘されたわけじゃないんですけど、セイランで何かできることがありそうだなって。それでまたみんなの隊のオペレーターを志願しました。みんなの隊？新しく隊が編成されたのか？ええ、その件で伝えることがあって連絡したの。セイランではカレン連隊長をトップとして新たにセイラン海抜軍が組織されたわ。規模は元の海抜軍の半分くらいらしいけど。本当に半数近くがセイランに来ていたか。これはスオも大変なことになっているだろうね。重ね、強化、嵐、試練、かげろう、以上5名は01小隊として再編成されました。隊長は重ねよ、頑張ってね。けど01小隊に任務が与えられているわ。まずはカレン連隊長のところへ行って直接指示を受けるようにとのことよ。場所はセイラン海抜軍本部。これからはこっちが私たちの本部だものね。早速俺たちを手駒として使おうってか。ま、しゃあないわな。面倒な輩をひとまとめにしたたいといった感があるね。カレンが処理しやすいように考えたかな。でもみんな一緒でよかったじゃない。アジトもこのまま使えそうだし。カレンからの呼び出しなら好都合ね。すぐにセイラン海抜軍本部へ行くわよ。Phase 6. How many phases are there? Sonny turns against Yuta and takes the blame for the chairman's assassination. God dang, I want to read that. 来たか。ええ、あなたに言われた通りにね。おかげでここまでフリーパスだったわ。人が話している時ぐらい顔を上げたらどうだ。貴様のそういうところは子供の頃から変わらないな。これはこれは陰銀な対応、痛み入るよ。ところで亡命してきたばかりの人間をこうも信用してしまって問題はないのかな。別に俺はお前たちを信用したつもりはない。お前たちも俺を信用しなくとも構わん。だが利害は一致しているだろう。それにスメラギ評議会議長を暗殺したカサネはセイランの人間からすれば英雄だ。あれは英雄であることに何の問題がある。確かに英雄だろうが何だろうが興味はないわ。でもセイランはそれを利用するつもりでしょ。察しが良くて助かる。カサネが英雄であることはセイランでの活動において極めて有利に働くからな。私に何をさせようとしているの。これを見ろ。この風景はクナド高速のあたりかしら。待って、この映像の空にあるのは。あれは未来で見。おっとと、そいつはまだ言わない方がいいんじゃねえの。口が軽いと嫌われるぜ。うるさい、分かってる。思わず口から出ただけだ。どうかしたか。ああ、試練君の頭がね。信じられない光景に驚いてパニクったみたいですよ。なあれれ、まだパニクってるのかな。ああ、そうだよ。パニクっただけだ。でも随分小さいようだわ。私たちが未来で見たクナドゲートはもっと大きかった。年月の差だろう。これが成長して世界を壊すことになるのね。映像からだけじゃ断言はできないが、データを見る限り重力の異常のようだ。その通りだ。クナド高速輸送道路の上空で超局所的な重力異常が発生しているのが確認された。そこで我々はクナドゲートと命名したこの異常現象の調査を行うため専門家の派遣を決定した。クナドゲート、私たちにとっていわくつきの場所ね。お前たちに任せたい仕事は俺と共に現地へ赴き、その調査隊を護衛することだ。やるべきことはこれまでと変わらない。セイランでも海抜軍として活動してもらう。それは構わないけれど、ナオミはどうしているの。その話次第では。その話は調査隊の護衛任務を終えてからだ。お前たちが有用な人間だとセイラン自治政府に示す必要がある。それがカレン連隊長の政治というわけですね。くだらんが最低限のことだけはやっておかないといけないからな。体制に反発していたカレンらしくない発言だな。重ね、それでいいかな。ええ、納得してはいないけど今は飲み込んでおくわ。Yeah, no one's happy about it. I might as well at this point save because we're already like reaching, yeah, already past 30 minutes. We're already past 30 minutes. Can this save right here? Alright, let's get a party. Invisibility, eh. Take him out. Alright, so I'm in a video right here. It's not saved, but I'm gonna like have my PS4 be on rest mode right now. So hopefully when I come back, my game is all up and running. So I guess next video we're gonna get some action. So stay tuned, guys. See you guys soon. Peace.